皆さんこんにちは。今日もいつも通りフィリピンパラワン島プエルトプリンセサの自宅の久保あずまやからお送りしています。これ収録してるのが2022年12月の14日になります。ちょっと今日はね、曇り空なんですけれども、今日はまたね、オフ会のお知らせなんですけれども、この前ね、11月にオフ会をね、日本で名古屋、東京ってやったばかりなんですが、その時にね、ちょっと定員になってしまって、お断りしてしまった方ですとか、ちょっと日にちが合わないっていう方がね、随分、幹事をね、いつもしてもらっている NN さんの方に、そういう声がたくさんあったということで、また来年の3月に、今度は、普通のオフ会ではなくてね、バスツアーをやるっていうことで、バスツアーとオフ会かっていうことでね、そのお知らせです。で、もう3月に日本行くチケットっていうのはね、もう取っていただいて、行くことはね、決まっています。で、日程ね、今回はね、発表していいってことだったんで、ちょっと聞いてるんで、まず3月10日。来年ですね、2023年の3月10日金曜日、名古屋発でね、バスツアーです。名古屋、で日帰りのバスツアーで、まあ朝出て夕方までっていう感じでしょうね。で、昼間ちょっと僕内容全然知らないですけど、昼間どっかでね、宴会があるそうです。まあ普段やってるオフ会みたいな感じで、昼間にオフ会のような宴会があるということです。バスツアーです。どこに行くのかこれの教えてくれません。まあ3月10日金曜日バスツアーがね、これ名古屋であります。で、ちょっとずっともうこう下に出してますけど、これからちょっとお話していくこと、全部お問い合わせはこの幹事の NN さんの方にメールでお願いします。で、3月10日がバスツアーで、次11日土曜日が、同じく名古屋でね、オフ会です。これは午後6時開始ということです。場所は私には教えていただいていません。名古屋がね、以上です。3月10日金曜日バスツアーで、11日の土曜日がオフ会、6時開始ということです。18時ですね。で、その次の日3月12日日曜日、東京でね、オフ会をやります。午後6時開始です。3月12日日曜日オフ会ですね、東京です。で、その次の日3月13日の月曜日、今度これ東京で、東京発でね、バスツアーを行います。これ内容ね、ちょっと僕全然聞いてないんですけれど、なんか同じような感じなのかな、名古屋の方と、ちょっとわからないです。で、バスツアーに関しては両方とも一応定員が25名っていうことです。はい。です。で、オフ会の方はね、とりあえずちょっと今定員ってわからないんですけれども、詳しくは全部NN さんの方にメールで聞いてください。どこに行くか、どこでやるのか、料金いくらなのか、で、私の方には一切教えていただけません。これ前回と一緒で、僕口固いんですけどね、なんかでポロッと言ってしまうようで全然教えてもらえません。こんなね、お知らせでした。で、前回先月11月に日本行った時も、YouTube をねやってらっしゃる方で、そのオフ会参加した方と動画を撮ったりしてます。コラボ動画みたいにしてね。で、今回も、その、YouTube やってる方で、なんか、こんな、僕で良ければね、なんかコラボで動画を撮りたいなんていう方、これバスツアーかオフ会か、どちらかね、参加していただいた方限定で、それも、やらせていただきます。もし良ければね、お声をかけてください。その参加者限定でっていうのは、結構、前回もですね、 YouTube やってるって方から、僕もこういう YouTube やってるんだけど、一緒に動画をね、コラボ動画みたいなのを撮らせてほしいっていうのが随分あったんですけど、それやってると僕も時間が日本にいる間限られてるんで撮れないんで、このバス、今回もバスツアーかオフ会か参加していただける方限定ということで、YouTube のね、なんか動画、コラボ動画みたいなのを撮れればなと思います。
ね、こんなジジイでよければちょっとでも協力できればと思っています。ざっともう一回言ってきますね、来年3月10日金曜日名古屋でバスツアー、定員が25名、日帰りです。昼間宴会がありますってことです。で次の日11日土曜日、これやはり名古屋で、午後6時開始でオフ会があります。その次の日3月12日の日曜日、これは東京でオフ会があります。午後6時開始です。その次の日3月13日の月曜日、今度東京発のバスツアーがあります。これも定員が25名ということです。以上お知らせになりますが、詳しいこと私の方に聞いてきても何も情報をもらっていませんので、はい、ずっと下に出してますけれども、幹事をね、今回もやっていただける NNO さんの方に問い合わせをしてください。よろしくお願いします。今日はこんなね、来年また日本に呼んでくれまして、その時にね、やることのお知らせでした。またね、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。で、今度はね、バスワーっていうんで、今までのオフ会みたいにこう、2時間のオフ会があって、その後2次会、3次会、あるいは東京の場合だとね、こう4時間という長時間のオフ会とかってあったわけですけど、今度はバスツアーだと朝からね、夕方までずっと一緒に、まあバスでね、僕もいろんなとこ座ると思うんですけど、なんか、ね、時間があるんで、ゆっくりと話ができるかな、なんて思ってます。はい。で、YouTube の動画なんか撮りたいって方はね、もしバスツアーに参加していただくって方であれば、そのツアーの最中にね、撮ったりもできますし、バスの中、あるいは、どういうとこに訪ねてくんだろう、そういうとこなんかでも撮ったりできますし、そこら辺は、臨機応変という形で、できればなと思ってます。今日はとりあえず、この来年3月の日本でのね、バスツアーとオフ会のお知らせでした。今日はこの辺で失礼します。